遥かの気ままにアルビトーちょっと待ってください。突然始まるっていうね。いや本当にあのたまたまこの部屋にいた大石アナを巻き込むっていう、あの原稿の下読みをしていたらそのまま撮っちゃおうかってことで。ごめんね。いや全然南部さんが今ちょっと遅れちゃってるってことですね。そうそう、南部さんがまだね、はい、ちょっと間に合ってないので。わかりました。よろしくお願いします。ということでね、はい、はい、山形と対戦して引き分けということで、うん、でも高澤選手が、うん、そうですね、ついにやりましたね。やりました。嬉しい。こぼれ球をこうねじ込むようなね。まあでも、うん、いい場所にいましたよね。うん、いやでも本当入った時から得点するんじゃないかっていうね、うんうん、匂いがね非常に漂ってましたね。うんうんうん、高澤選手、まあもうこの試合はもう本当高澤選手が得点したっていうことでね、うん、いいんじゃないかと。なかった。他にも惜しいシーンありましたよね。ありましたね、高澤選手、うん、まあ、失点シーンもねちょっと早い段階で失点しましたけどね、まあ、あれはもう本当しょうがないんでね、うん、まああれは、うん、まあ、あれあのクリアしとけば別に失点しなかったシーンですけど、うん、ね、アルビがそれでいいのかっていう話なんでクリアすればいいのかっていう話なんで、まあそこはもうアルビはあそこからこう繋いでいくっていうね、はいはいはい、スタイルでやってますんで今シーズンは ね、そうですね、一貫して、まあ、南部さんがここにいたら、ね、あるよねって言いますよね。ああいうシーンはもうしょうがないと、こういうサッカースタイルを貫いているアルビだから、あれはもうああいうリスクはあるし、ああいうことはあるんだって言うと思います。想像できます。想像できる、言ってるのが。確かに確かに。だからそこがね、まああそこの精度を、ね、高めていくというのがね、また来シーズン課題かなという感じですよね。でその高澤選手のね得点の起点となったのがその高木選手のねフリーキック、はいはい、ありましたけど、うん、まああれもね本当壁の下を狙うっていうね、もう高木選手らしい技ありのね、うん、フリーキックだったんですけど、あのちょっとさ高木選手やばくないということで、やばかった。まあねこの3連戦フル出場でスケジュール組む、で唯一この今シーズンここまでね38試合に全て先発してて、そっか。でしかもこの山口戦ね、このデータちょっと取り出してますけど、ご覧のシュートとアタッキングサード、スルーパス、クロス、もう全部チーム内でトップで。本当ですね。こんね3連戦フルで出てこれだけのパフォーマンスがね、すごいできるっていうね。すごいすごい、確かに。ね。しかもこれだけ出てたら累積とかで1回ぐらいありそうです。そうですね。まだ全然ないですね。確かに確かに。ね。一時期ね、2年ぐらい前かな、うん、2回累積でね、はい、出れなくなるっていうこともありましたけどね、うんうん、高木選手は。これだけ出てて累積が ね、うん、ね、ない。ない。確かにそれすごいですね。安定感抜群じゃないですか。パフォーマンス的にもね、非常に良かった、はい、山川選手、うん、ドリブルもね、ここから 100% できましたね。そうですね、シオン選手かっていうぐらいのね、うん、データですけど、まあ、だからこういうのを見てもね、非常に攻撃の形はすごく、ね、この試合作れてたのかなと思いますね。まあ非常に見てても面白かったですしね。面白かった。ああ、まあ、結果はねちょっとついてこなかったですけど、そうですね、うん、このスタイルがね徐々にこう成熟してきてるっていうのはね、そうですね、感じ取れる試合だったんじゃないかと思いますね。チームとしてもこう調整してきてる感じは、うん、しますよね。またね、新しいメンバー入れてくるっていうか、ね、そういう中でですからね、今シーズンこれはもう高木選手絶対に手放しちゃいけないっていう感じじゃないですか。まあみんなね、みんないてほしいんだけど、はい、もう特にこの高木選手、そうですね、いないとこれ多分もうやめても監督のやってるサッカーっていうのはなかなか表現できないっていう、ね、まあマストですよね、高木選手は一番ね、その頭の中に入っていると思いますし、うん、高木選手が抜けるって考えられないですよね、正直、うん、この今のサッカーにおいては。あと谷口選手もいてほしい。そう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 、そうちゃんとこうチームの中心となって回すのが高木選手で、最後フィニッシュは谷口選手っていうところで言うと、やっぱこの2人は本当にダメですよ。絶対ダメですよ。その前にね、ちょっと監督の去就もどうなのか。あ、確かに、ね、いやどうなんでしょう。去年は11月の末ぐらいにね、
続投の発表がありましたけどね。今年もまあもしかしたら今月中ぐらいには何かしらのね、なのかな、アナウンスがあってもおかしくないのかなと思いますけどね。多分シーズン終わるまでには、はいはい、大体監督人事はシーズン終わるまでに何かしらね、うん、続投なのか退任なのか、その方向性は分かるわけですね、うん、多分大体発表あるんだね。いや結構大きいですよそれそこがね。いやもうだって私怖くて連絡できないあ、そうなんですか怖くて怖くて、うん、確かにその結果が分かんないとなかなかしづらいとかありますね。そうそうそう、逆にちょっと返事返ってこなかったらちょっと逆に不安になるそうそう、だから怖くてもうなんかなるほどなるほど、うん、探ってみますじゃあ探っちゃういやちょっと怖いよね。確かにね、確かに、まあ、一応ね順位確認しておきますと、はい、はい、まあ7位のままで、うん、まあ岩田がね非常にまあ大手、次引き分け以上でもう昇格が決まるっていうところまで、ね、早いですね。まあね、できればね、70いって終わりたいですけどね。ああ、そうだよね。確かに確かに。まあ、あとはこの谷口選手がね、あとどこまで点を伸ばせられるか。はいはいはい。今、日本人選手で多分トップが15点ぐらいなんで。15ですか、ね、じゃあ、あと、うん、2点、3点取れるかどうか。射程圏内ではある。でも、この感じだといきそうですけどね。まあね、うん、山鹿戦でもね。うん、やっぱポジショニングがすごい上手だし、ねうんまあ、ただでもこれぐらいにしといてほしいって気持ちもあるよね。確かにあまり目立ちすぎるとねなるほどね、なるほどなるほど、いよいよねそこを考えなきゃいけないですね、まあ、そうね、確かにそろそろ。えでももう、もう選手にはそういうオファーって言ってる時期ですよね。でしょうね。なんかこの間ツイッターとかで、うん、ノートの記事で流れてましたけど、そういうなんか移籍どういう手順で踏んで、うんうんやるのかみたいな記事があって、うんうん、まずなんかその興味があるってことをまず選手とか代理人に申し入れをする。へえ。で、取る取らない別としてまずは、うん、で具体的に条件交渉みたいにするときに、まあ、その時にクラブ側に伝えて交渉しますよっていう、なんか具体的な内容は明かさないらしいんだけど、とりあえず交渉しますみたいなクラブに。だからまず興味の申し入れをするっていうね、へところがあるらしいんで、面白いですね。へそれは何人か届いてるんじゃないですか、もう。なるほどね、興味の申し入れが。まあそれだけで言ったらそうですよね、きっとね。まあ動いてる時期ですよね。どうなんだろう。へ興味持ってほしいけど持ってほしくないですね。そうね、複雑な心境ですね。まあ興味申し入れられてもね、選手が断れば。もうそこまでなんでね。そうか、うん、なるほど。もうみんな断ってほしい。みんな断ってほしい。正直な、正直な意見。でもやっぱりかねてよりね、監督がその地域に根ざしたこうね、そういうスタイルをこう作り上げるためにはやっぱり結構な期間必要だっていう話はねしてるので。そうだね、なんか監督もそうだし選手もなんかこう、うんうん、監督の戦術をよく理解した上でいるメンバーだからもちろん、うん、いてほしいなって思いますよね。まあちょっとね、そろそろまあとはいえね、勝利が欲しいっていう。いや本当ですよ。愛媛 FC 戦ホーム、ね、ホームですね。まあまた山形と同じくね、ちょっと降格圏にいるちょっと嫌なチームでね、はい、まあ、キーマンはねこの河村選手っていうね、広島から期限付きできてる結構若い選手で、そうなんですよ。結構高さも割とあって、うん、マセイ・ジェラード、あの、ね、ジェラードっていうね、イングランド代表の、はい、伝説的な選手がいます。はいはいはい、はい、ただまあ僕の個人的な感じで言うとなんかそんなような。へえ。そのボランチでまあ守備もがっちりねできますけど、やっぱ攻撃に対するねこうアクセントみたいなところで非常に存在感のある選手が、まあ、8ゴール2アシストってことで結果もまあまあ出てますしね。ボランチでですもんね。この選手はちょっと要注意ですね、河村選手。大復活の選手もいるわけですね。そうですね、藤本選手っていうね、去年ノーゴールだったんですけどね、今季10ゴールと。すごいですね。アシストもなんだかんだチームの中で一番多いみたいですけどね。へちょっと怖いですよね、こういう選手もね。
これは注目。これも注目。そうですね、ディフェンダーなんですけどね、この茂木選手っていう、はい、非常にこう、まあ、ディフェンダーなんですけど攻撃参加は得意で、まあ、新潟で言えば小田原選手とかね、藤原選手とか、いつの間にかね、なんかちょっとこうペナルティエリアの中にいるとか高い位置にいるっていうような選手なんでね、はあ、結構あれだから、そういう攻撃的なセンスのいい選手がね、うん、愛媛は割とたくさんいるんじゃないかなっていうね、うーん、まあ、そういう意味でもアルビともちょっと近いようなね、うん、なるほど、順位を一つ上げれば、まあ、そうですね、希望が、そうなんですよ、今 J3 の2位に宮崎っていうね、今年 JFL から上がってきたチームが2位なんですよ。ああ、そうですか。で、まだ J2 のライセンスがないので、はそのまま2位で終えれば、あの要は1つ枠が減るんですよ。あのそういうことか、降格、J2 から降格する枠も減るというね。はい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 。なので19位に位置しとけば、そのまま宮崎が2位でフィニッシュすればギリ残れるっていう可能性がまだあるんで、これだから愛媛としてもね、大事な試合ですね。大事な試合ではあると思うんですよ。本当ですね。そっか。そういうコメンタリティで来られると怖いですよね。うん、そうなんですよね。あと結構ホームで割とやられてるイメージがあるんでね、最近愛媛に。あ、結構。そうだっけ。2年前とか確か2点差ひっくり返されて負けたりとか。ああ、へえ、あ、そうだっけ。ありましたよね。まあでも言うてアルビのホームなんで、まあね確かに、はい、確かに、アルビのホームなんで、そこ分かってもらわないと、まあちょっと1ヶ月で勝利がないんでね、いやーちょっと飢えてますよねそういう意味でもね、そう、まあ内容もまあそうですけどね、うん、ちょっと結果にも少しこだわってもらって、欲しいね、ホームだしね、確かに、なんかスカッとした勝負見たいですね、うん、うん、OMVP と言いますか、てか南部さん来ないですか本当ですよ、そうですね、いやこう話してる一緒に来るかなと思って、そう、OMVP ね、まあみんなとはまあ高澤さんかなでしょうね、まあ、はい、そうですね、だと思います、うん、でも例のごとくそんな簡単にはいかないよっていうのが OMVP ですよね、OMVP はあえてそのみんなの MVP じゃない方を選ぶっていう、松岡さん的には、まあやっぱりもうデータでもね紹介しましたね、やっぱ高木選手ですかね、そうですよね、かる、まあ、あとロメロ選手もね結構割と、はい、怪我で離脱する前までは割とこう、うんうん、なんかねフィジカルの強さを生かして相手をこう背負って起点作ってみたいなプレーが多かったですけど、結構復帰してから割となんかいろんなところに顔を出すような感じで、うんうん、なんかそういう背負ったプレー以外の内側でそのパスの起点を作ったりとか、はいはいはい、なんか新たなこうプレースタイル切り開いてる感じもして、ノメロ・フランク選手もね、ベテランだけどさらに進化をね、うん、いいなと思いましたね、うんうん、幅の広さを見せてる感じですね、うん、そのサイ右サイドね、長谷川拓選手とかコンビネーションとか、うんうんうん、結構来年につながるようなね、このラインですね、あ、動きを見せてくれた、長谷川選手もね、良かったですし、はい、確かに、あと福田選手のあの走ってくる感じは私やっぱいいっすね切れてましたね、ゴール前にザーンってなんか、うおめっちゃ走ってきてるみたいないや、ああいうシーンは私大好きです、そう、この試合も切れてましたね、切れてましたね、うん、なんかめっちゃ速いですよね、やっぱね、見てると、うん、え、さっきまであそこにいたじゃんみたいなまあ、あと谷口選手ももう安定のなんかこう、はい、いい場所にいてくれるなっていう、ね、高澤選手のあれですよ、折り返したの確か谷口選手だよね、あれね、そう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 、そうでした、そうそう、この辺で ねセカンドボール、だからセカンドボールに対するこう嗅覚もすごい優れてるなっていう、もう本当アルビサポが好きなタイプのフォワードだよね、谷口選手はね、さすがだな、点取りはさすがだな、ということで、おお、今週の OMVP は、うわっ、うわっ、うっ、うっ、うっ、な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 っ、めっちゃ食べた、めっちゃ食べた、いやね、今ね、手を伸ばす瞬間まで迷ってた、あー、本当ですか、それぐらいも迷った、
と思って、うん、まあでもね、もう今シーズン抜群のこう安定感と器用さでこうチームを引っ張り続けてくれて、この試合でもその良さが出てたなって思うし、うん、そして何よりやっぱ来シーズン残っててくれるそういう意味も込めて、そうも、そう、もちろんそこの思いもこう込めて、はい、見てほしいなっていう、確かに本当にお願いします本当に、ね、いやもう高木選手なしにしてアルベルト監督のこのサッカーを語れないって思うので、うんうん、マストですね、そうですね、うん、いてね来シーズンもいてね、そう、YouTube を通してということで、いや来なかったね、まあ、結局ナムさんも間に合わなかった、ナムさん来なかったですね、結局間に合わなかった、結局フルで僕出ましたよ、いや急遽なピンチ途中交代かなと思ったんですけどフルで出ちゃいましたね、結局ありがとうございました、今日もここまでご覧いただきありがとうございました、気に入っていただいた方高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします、コメントお待ちしています、お待ちしてます。